パイプとは、液体や気体、または粉体などの流体を連続的に輸送するのに用いられる管である。パイプポリエンカビニル製パイプは、主に液体や空気といった流体を輸送するための、ものであるが、流体的な性質を持つのであれば、粉末のような固体を輸送する用途にも使われる。似た機能を持つホースとは、違い柔軟性がなく、ある程度常設的に利用されているものが、 パイプと表現される傾向がある。転じて、両者との関係をつなぎ止める存在を、比喩として、パイプと呼ぶことがある。なお一般に、パイプというと、断面径の細いものが想像されがちだが、パイプラインに輸送設備のような、極大なパイプによる、輸送路も存在する。パイプが設備内し構造として、機器や水槽などと接続された状態や、そのように施工することは配管と呼ばれる。 この配管においては、パイプは製造や輸送上の制約により決められた長さで流通しているため、その長さ以上の配管が必要な時や、極部、分岐や異なる光景の接続を行う時は継手を用いて接続される。ただし継手は、単一構造としてのパイプに比べると、その接合部でどうしても強度が低下するため、高圧のものを通す必要があるなど、事情によっては、 専用に設計された、あらかじめ必要な形に成形されたパイプを用いる場合もある。都市化の過程において、こういったパイプは、都市や建物の設備の一部として、ガス管や水道管、あるいは排水管の形で、動物の体の中の血管のように配置され、都市機能の維持に役立っている。これに電気を送る、送電線や電信信号をやり取りする。 通信線を加えライフラインとも言うが、これは文字通り都市機能における欠陥の役割を果たしている。これの素材として一般に知られているものは以下の通り。ありがとうございます。